第一駐車場からゴンドラ方面を望む地図四宿高原とは石川県金沢市と道県白山市にまたがる後高山周辺を旧石川郡鶴木町が観光開発のため名付け宣伝し周知した地域名である。ここでいう高原とは一般的に定義される高原とは違い標高650メートルの後高山並びにその周辺のことを 高原と称している。四宿の名は、大長が白山海山に向かう途中、五鉱山周辺の四箇所で宿泊したことにちなんでいる。当初は四宿と呼ばれ、四宿、または四宿と表記したが、後に仏教の経典にある四宿の文字を当てて四宿と呼ぶようになった。四宿高原の観光開発は、大正末期に設定された朝栄剣スキー場から始まった。 それは、次の4つのスロープを持ち、総面積100万坪に及んだ。1955年、中部日本スキー大会がこの地で開催された時、隣席していた高松の宮にスロープを称賛されたことをきっかけに、ロープウェイ仮設の機運が高まり、1959年にロープウェイが完成。翌1960年に四宿高原スキー場として、 本格的な営業をスタートした。当時石川県唯一のスキー場として、また夏シーズンには、学校遠足の目的地や手っ取り川洗浄地を見渡せる継承地として、最盛期の1969年には、ロープウェイの利用者数が片道換算で19万人を数えた。しかしこれ以降白山麓に、新しいスキー場が次々とオープンしたことや、 折からの雪不足によりあたりスキー場の目玉商品でもあった山頂から麓まで格好する日本海コースに雪がつかなくなったこともあり利用者が激減した。冬季スポーツ施設として低迷する一方、1980年代初め頃からハンググライダーなど、そんな中ロープウェイやリフト等の施設を管理運営する第三セクターに出資していた名古屋鉄道が 資本提携の解消を決め、それに伴い老朽化しつつあったロープウェイの廃止が決定的となる。観光産業の衰退を有料した旧鶴木町は、伝統的地場産業の育成と四宿高原を中心とする観光産業の再開発を目的として、1996年4月、四宿高原山陸に産業公園パーク四宿を開園。 同年6月には新たに4人のリゴンドラを付設し、夏でもスキーが楽しめる人工芝スロープとパラグライダーの離陸場を兼ね備えたレジャー施設、スカイシシクが山頂にオープンした。1996年に旧鶴剣町と名古屋鉄道合弁企業であった鶴剣観光開発の解散に伴い、シシク高原スキー場が日本コカ・コーラの運送会社であるアトム運輸に経営を委託し、 同年6月に再オープンした総合レジャー施設である。主に冬季シーズンはスキー場として、夏季シーズンには人工芝ゲレンで、高原カートなどのレジャー施設や、パラグライダーなど、スカイスポーツの基地等として利用されている。旧、四宿高原スキー場にあった日本海コース、北沢ゲレンでの格好スロープは廃止され、現在の格好コースは、 スノーボード専用コースとファミリーゲレンでお兼ねた、旧南沢ゲレンでのスロープのみとなっている。スカイスポーツの競技大会、バードマンカップ四宿が毎年開催されている。2016年をもってアトム運輸は撤退し、現在は白山市が管理運営している。パーク四宿は白山市地域新高校舎が運営。パーク四宿入り口もクユーリン地場産業の育成と、 観光事業の再開発を目的として、旧剣町が1996年4月に開園した産業公園である、ゴンドラ山独駅周辺を囲むようにして、剣の伝統的な地場産業や風習などを紹介する施設やイベント施設などが点在する。2016年春より、白山市地域新興公社が指定管理者となっている。公共交通社ありがとうございます。